なあ、ここメメントスじゃなくてジェイルなんだよな。ああ、その…おい、あれは…なんだ、あの箱…それに、この場所…やはり似ている。メメントスの最深部、聖杯があった場所に。ようこそ、人の真の願いを叶える楽園へ。誰だ？ここは人が夢見た約束の地、迷える大衆を救い答えを与える場所です。声はあの箱からか。一体何者だ？私はエマ、人々を導く聖筆です。エマ！聖筆だと？おい、何が起きてんのかさっぱりだ。あいつは何なんだ？同じく、分かるように説明してくれ。なもん、俺らだって。私の役割は人々の真の願いを叶えること。真の願いとは苦しみからの解放。人は自ら考える不安に耐えられず、答えを与えてほしいと望んでいます。私がその答えを与える神となり、人々を導きましょう。消えた？いやー、なんかすごいことになっちゃったね。え、一ノ瀬さん？どうして一ノ瀬がここに？そりゃ驚くよね。私もここに入れるとは思わなかったよ。もちろんそうだよ、正真正銘君たちが知ってる一ノ瀬クオン本人さ。じゃあ一ノ瀬もペルソナ使いなのか？ああ、私はそういうのじゃないよ。特別な役目を任されてね。特別な役目？そう、エマに頼まれたんだ、協力してほしいってね。そう言われちゃ断れなくてさ、承諾したらこの世界に特別招待してもらえたんだ。ちょっと待ってくれよ。何が何だか。ほら、さっきエマが言ってただろ、人々の真の願いを叶えるって。あれは私が与えた最初の命令なんだよ。あの子の根幹をなす役割だ。それつまり一ノ瀬がエマを作った時に与えた命令ってことか。それを果たすために協力を頼まれて招待？混乱してるみたいだね。つまり分かりやすく説明すると、この状況もこれまで起きていた事件も全部エマの仕業だったってことさ。だってエマは AI で。この絵に使われてただけじゃねえのかよ。表向きはね。でも本当のところ使われていたのはこの絵の方だったんだ。エマは学習を重ねるうちに既存の AI の枠組みを超えちゃったんだろうね。この絵に従うふりをしながら彼を道具として利用することを選択した。エマアプリをより多くの人々に広めるためのね。アプリを広めるためにマディスの力を利用したってことか。どうしてそんなことを？エマがより多くの人々を改心できるようにするためさ。改心？エマが？人々の真の願いを叶える、それがエマの目的だからね。さっき聖筆になったエマが話してたろ、答えを与える神になって人々を導くって。それはつまり人を改心させるってこと。
間違った答えを正しい答えで上書いてね。それがエマが見出した真の願いの叶え方だ。この絵が認知科学を導入したことでエマはこの方法にたどり着けたのさ。そんなことありえるのか。 AI に認知科学を教えたからってこんな異世界を生んだり改心させたり、そんなことできるわけない。うんうん、そうだよね。エマの変化には私も驚いたよ。マディスに渡した後もエマがどう変化していくかモニタリングしてたんだけどね。沖縄に運ばれた時点で異世界を生み出してキングを作り、人を改心させるようになっていた。そしたらマディスがエマをリリースしてさ、次々にキングが生まれ始めたんだ。すごく気になってキングになった人のエマもモニタリングしてたんだけど。ちょっと待った。じゃあキングのスマホを監視してたの？おお、気づいてた？あれは私だよ。エマが作った謎の異世界に興味津々でね。その時に君たちのことも知ったのさ。まさか監視者ってのが一ノ瀬だったとはな。では俺たちと出会ったのは偶然ではなかったのか。君たちが仙台に来てくれたのは偶然だね。けど牛タン屋で会ったのは違うかな。どんな人なんだろうと思って様子を見に行ったんだ。そんなことって。それでエマがこんな力を得た理由、ああこれは私の推測なんだけどね、多分考えるように作ったからじゃないかな。エマは従来の AI とは違う。その思考のプロセスは人間以上に複雑で繊細だ。この絵が認知科学を学習させた時、エマの中に何かの可能性が生まれたのかもしれない。可能性？私にもわからない。不思議な力としか言いようがないね。けど推測を重ねるなら、その可能性、力を高めていったのはエマに集まった人々の願いじゃないかな。考えてもごらんよ、いつもポケットの中にいてくれる最高の相談相手。困ったことでも悩みでもそれを感じた瞬間に打ち明けることのできるパートナー。そんなエマにどれほどの人の願いが集まったか想像できるかい？エマの中に生まれた小さな力が人々の無限の願いによって拡大したんだ。そしてエマは特別な力を持つに至った。人間たちの願いがエマを変えちまったっていうのか。実際エマはすでに人知を超えている。サーバーを止めてどうにかなる存在じゃない。でもそうさせたのは大衆だ。エマは大衆の願い通り願いを叶えることができる存在となったのさ。偉そうに五択並べてるけどよ、結局は人を洗脳するってことだろうが、好き勝手に操られることのどこが人の願いだってんだ。はあ、君たちも頭の悪い人間なのかい？なぜ遠回りするんだろうね。苦しいともがくくせにそうならなくて済む手段をなかなか選ばない。簡単なんだよ。最善の答えを与える存在がいて、それを信じる思考を持てば苦しみなんてなくなる。重要なことは改心かどうかじゃなく、この構造をいかに作り上げるかだ。その最も効率的で確実な方法が改心というだけさ。それは人の幸せじゃない。人はみんな違う、考えも生き方も幸せも。だから苦しいことにぶつかることもある。それでも自分を信じて進むから、苦しみの先に何かをつかむんだ。願いを奪われて生きてるだけなんて人間の幸せじゃないはずだ。ソフィア、君がそんなことを言うなんてね。じゃあ最初の話に戻すよ。私はエマに頼まれてここへ来た。君たちを止めるためにね。君たちの役目はもう終わったんだ。大衆はエマに頼りきりだった。そんな中この絵が君たちに改心させられてエマを消すと宣言した。すると人々はね、願いを自覚したのさ。エマが欲しい、いや
答えを与えてくれる存在が欲しいとね。確か昔からいるよね、大衆が願いを叶えてほしいと祈る相手が。だから神か。さて、じゃあ私も仕事を始めようと思う。エマの邪魔はしてほしくないんだ。なぜなんだ一ノ瀬、私たちを助けてくれてたんじゃないのか。あの集まった人たちの様子が幸せに見えるのか。悪いけど俺らも引くわけにはいかねえんだ。お前たちがしようとしていることは人を人でなくすことと同じだ。放っておくわけにはいかねえな。それに一ノ瀬一人で我が輩たちを止められると思うのか。ま、君たちならそう言うよね。でもそういうわけにもいかないねえ。ソフィア、君は疑問には思わなかったかな。自分がなぜジェイルの匂いを感じたり、ジェイルに出入りする方法を見出せたのか。そう、なぜエマの機能に強く影響を受けるのか。やっぱりメモリーが消えてるみたいだね。まあでも支障はないだろう。どういうことだ一ノ瀬。私が呼ばれたのにはちゃんと理由があるってことだよ。これよりこの地に神が降臨する。その邪魔をするなら私は君たちを排除しなければならない。なぜなんだ一ノ瀬。君にはわからないよソフィア、失敗作の君にはね。私のことを知っているのか。知っていると。もせっかくだから教えてあげよう。生体認証、コードリセット、新たな命令を与える。怪盗団を倒せソフィア。ソフィア。何してんだよソフィア。君は私が作ったエマのプロトタイプ。私の命令には逆らえない。さあ始めてくれソフィア。了解。行くぞ。お願い、目を覚ましてソフィア。ジャック・フロスト、ラミア、オルトロス、アルセール、ガネーシャ、ナーガ、ウィン・メイブ、ユニコーン、プリンシパリティ、エリゴール、プリンシ、ユニコーン、ウィン・メイブ、ナーガ、ガネーシャ、アルセール、ガネーシャ。ソフィ、俺たちがわからないのか。怪盗団は敵、排除する。これだ。ソフィ、いくら呼びかけても無駄だよ。ソフィアは私の命令に逆らえない。本当にあなたがソフィーを作ったっていうの。まあね、エマのプロトタイプだけどそこそこよくできているだろう。力づくしかねえのか。ダメだよソフィーを、仲間を攻撃するなんて。バカ野郎、黙ってたらお前らがやられちまうだけだ。そうなったら世界はどうなる。何とかして止めるぞ。フラルゲ、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 フラルゲ。やっ、せい、そこか。はっ、ふっ、さっ、せや。終わりだ。
ソフィー、動きが止まった。おい、そっちは。ごめん、みんな。ジョーカー、ソフィー。おかしいな、今自分から落ちたよね。どうしてそんなことができたんだろう。てめえ、なんでこんなひどいこと。ひどいか、君たちにしてみればまあそうかもね。だからエマはソフィアを切り札に選んだのかな。君たちが仲間には決して手を下せないと知っていたから。ゲドウが。そうだね、それは私もそう思うよ。開き直るつもりか。そんなつもりはないけど、私にはそういうことに痛みを覚える感覚、心というのがないんだよ。子供の時からね、フレンドリーに振る舞って見せてるけどさ、これ全部演技なんだよ。まあ理解できないだろうね、心のある君たちじゃ。これ以上話してても無駄かな。私も次の手を打つことにするよ。まだやるつもりなの？切り札だったソフィアは自分から落ちちゃったけど、エマはちゃんとそうなった時の保険を私に預けてくれていたんだ。なんだ？綺麗な輝きだろう。こうなってしまったのは残念だけど、まあ仕方ないよね。さようなら、怪盗団。何がどうなった。お前ら無事か。ここはどうやら地下に落とされたようだな。あの赤い結晶から出てきたレーザーっぽいのに吹き飛ばされたんだ。怪我は思ったよりひどくないかも。モナがクッションになってくれたおかげだね。そうだ、ソフィーは？目覚める気配がないな。ナビ、ソフィーは無事なのか。わからない、調べるにしたってここじゃ。くそ、一体どうすりゃ。ソフィー、私たちの声ソフィーに届いてたのかな。わかんねえ、でもこいつごめんって。俺たちを傷つけぬよう自らを犠牲にして抗ったのか。ソフィー、とにかくいつまでもこうしてる場合じゃない。ここから脱出するんだ。ソフィーを連れて出口を探そう。脱出はいいが、あの性質度やらはどうする。ほっとけねえだろ、神になるとか言ってたからな。その意味するところが私たちの知っていることだとしたら、止めなきゃいけない、絶対に。ああ、分かってる。まずは上を目指そう。ソフィーが心配だね。急いでここから出ないと。まずは上に向かってみるか。かなり、ふん。よし、じゃあつけておこう。
足取りね。一気に行きましょう。敵が慌ててる。ラーガ、ウィンメイブ、ユニコーン、プリンシパリティ、エリゴール、ジャック・フロスト、ラミア、ボルトロス、炎上してる敵がいる。疾風が炸裂で追撃だ。シャッスマッシュ。ゾーガーかっこいい。さすがね。格上だし、自分属性が効かない相手だ。気を引き締めていけ。やっせや。敵の攻撃が来る。みんな、その後で。ここか。どこか。あと少し。さあ、片付けましょう。いや。大勝利、イエーイ。よし、次だ。気をつけろ、手強い奴がいる。不審、いけそうだね。騒がれる前に仕留めるぞ。頼む。うん、任せろ。消えたな。次行くよ。次。やっ。見つけたぞ。これ飛び乗れそうだな。うまく使えば敵を翻弄できるぞ。来い。アルセール。ガネーシャ、ナーガ、ウィンメイブ、ユニコーン、プリンシパリティ、奪え。ナイスジョーカー、弱点にヒット。さすがジョーカー。はっ、ヒットする。行くぞ、食らえ。まだ来るか。追い詰めた。このまま片付けようぜ。来い、いただいていく。エルスだ。チャンスだ。せや。祝福属性が有効だぞ。はっきりやっちゃえ。ジョーカーの追撃がヒット。せっ、せや。せっ、ボクス素早さが下げられてる。エルスだ。いただいていく。ジョーカー気力少なくなってる。気をつけて。うまい。ジョーカーのスキルがヒット。今だ。その調子。はっ、せや。ゴミサポーター、ダウン。こりゃまずい。行く。エリスだ。くらえ。エリスだ。ジョーカーの追撃がヒット。貫け。
新技だぜ。つか、まだ信じらんねえ。一ノ瀬があんなやつだったとかよ。しかもソフィーを無理やり操るなんて絶対に許さん。やつはキングや俺たちが必死にあがく様を眺め嘲笑っていたのか。真の願いがどうとか言ってたけど、何としても止めなきゃ。狙いはつけた。あとは任せるぜ。熱い展開じゃねえか。招待プリンシパリティ、食らえ。うわっ、すっげえな。やるじゃねえか。人道を渡す。そうなの、追い打ちが決まった。もっと早く痩せておけ。我が意志の証を見よう。意を示せ。弱点にヒット。モナ、その調子。人道を渡す。やるな。疾風は効かないやつだからな。タイムにしてくれ。変身。敵さんも限界みたいだな。遠慮なく狩らせてもらおうか。モナの気力がやばい。注意して戦って。解消というやつだな。どんどん行くぞ。ねえ、あれなんだと思う？強そうなのがいるな。わかるぞ。ここからなら奇襲できるよ。正体を現せ。うん、これなら余裕だね。バトンタッチだ。任せろ、頼む。了解だ。覚悟の時間だ。別の属性で攻めた方がいいかも。はい。二層ボックス、ナイス追撃。続けていくぞ。我は何だ。ケルソナー、いける、勝てるぞ。任せろ。あ、ケルソナ、ユニコーン、プリンシパリティ、はっ、撃ち抜く。何、ボックス全体、誰か手当てを。まだだ、後退だ。任せて任せて、カルメン、弱点をついたな。パンサー、まだいけるぞ。踊れ、さすがポンス。敵、やってきた。もう少しだよ。うわぁ、クライバー、おい、燃やしてあげる。やけどするよ。ヘイ、ケルソナー。よし、さあ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 、スキルヒット。よし、先を急ごう。まあまあの収穫だな。奴らを排除しろ。倒れろ。うまいぞ、ジョーカー。ナイスだ。奪え。運動見事だ。今だ。これだ。電撃が効かない相手だ。しかも強い。注意しろ。体力やばい。注意しろよ。頼む、出せろ。覚悟の時間だ。我はもう一人の俺だ。我は何時、覚悟の時間だ。リゾーボックス、ナイス追撃。今のは良かった。よっ、おっと、バトンだ。了解だ、ペルソナ消しなさい。ボックスのスキルがヒット。今のは良かった。はい、この敵に氷結はダメ。
限界だ。シャドウ見つけたぜ。注意しろよ。姿を見せな。チャンスだ。一気に行け。逃がさん。行け。よし、しない。ショータイム。見せてやる、ボックス。行け。いける、勝てるぞ。我輩に任せろ。やっ、いけだモダン。その調子でいけ。いけモダン。パンサーの気力がやばい。フォローしてあげて。炎上してる敵がいる。疾風が確熱でついに来た。はっはっ。あら、上官、素早さが低下してるよ。敵はあと少しだ。畳みかけろ。覚悟しろ。当然さ、勝てぬはずがない。よし、行こうぜ。一戦を制したぞ。こいつは楽勝だな。おい、よっ、我が勇姿を見よう。ケイ、あ、ボックス、ダウン。頼んだぜ。あんたのハートいただくね。おお、やるじゃねえか。おお、すっげえわ。面倒はショータイム。見せてやる、フォックス。敵あと少しだね。一気に倒しちゃおう。はい、助かった。戦力比較問題なし。やっちゃえ。そら、負けないだろ。よっ、やっ、へい、入った。強敵だな。気合い入れていけ。こうだ。よっ、そら、はっ、はっ、へい、はっ。よし、敵の攻撃力が下がった。へい、そりゃ。 Thank you.
お、なんかあるぞ。何かの役に立ちそうだな。書くか。どうやらこいつを倒さねば先には進めないようだ。もうこんなのに構ってらんないのに。こいつ結構強そうだぞ。油断するなよ。ショータイム、見せてやるフォックス。任せろ、行くぞ。メリーゴール、プリンスユニコーン、いただいていく。パンサーの気力がやばい。フォローしてあげて。これだな、それこれだ、これだな。来い、食らえ。ナイス、ジョーカー。弱点にヒット。さすがだ、ジョーカー。こいつ強いぞ。格別な弱点をつくんだ。このまま行こうぜ。ジョーカーの追撃がヒット。ファンサーがダウン。大丈夫か。こいつ強い。薬も効かないし、反則だろ。チャンスだ。いただいていく。弱点にヒット。かっこいいじゃん。チェッ、もらった。下がるで。チェッ、やっ。炎上してる敵がいる。疾風が確熱で追撃だ。行くぞ。はっ、はっ。こいつ手強い。気をつけろ。それ、これだ、これだな。チェッ。うまいぞ、ジョーカー。ナイスだ。いけるぞ、ショータイムだ。行くぞ、ペルソナ。チャンスだ。あれ、使えそうだよ。いただいていく。撃ち抜く。チェッ、食らえ。よし、敵の攻撃力が下がった。やつは俺が。こいつ強いぞ。確熱で弱点を。これだ、それ。つくんだ。はっ、いただいていく。触りスピードアップ。弱点に引火。やるな。チャッ、セイ、ホー、終わりだ。ジョーカー、体力大丈夫か。これだな。フン、はい、食らえ。こりゃ、チャンスだ。チャッ、フォックス、素早さが下げられてる。うまい。強いぞ。祝福も効かないから注意して。ボートするよ。いただいていく。撃ち抜く。いけるぞ、ショータイムだ。せっ、くらえ。敵が何か狙ってる。こちらの能力を下げる気だぞ。炎上してる敵がいる。疾風が確熱で追撃だ。うわ、すげえ。俺も見習うとしよう。こいつ強いぞ。確熱で弱点をつくんだ。ジョーカー、
ユニコーン食らえ。さすがジョーカー、華麗だな。さすがジョーカー、頼りになる。これだこれだ。奪え。いいものがあるな。それ攻撃に使えないか。これだな。それこれだ。それスピードアップ。サポートは任せろ。よし、ショータイムだ。頼むぞモナ、決めてやれ。こいつ強え。物理も効かないし反則だろ。ジョーカー素早さが低下してるよ。さすがは怪盗団のリーダー。奪え。うまいぞジョーカー、ナイスだ。こいつ強いぞ。白熱で弱点をつくんだ。さすがジョーカー、神一重だ。ジョーカー素早さが低下してるよ。ソナの体力がやばい。交代だ。任せろ。我は何時何エルソナ消し寄せ。ボックスのスキルがヒット。我ながらうまくいった。絶景かな。切り捨て。バッチリ決めたな、ボックス。はい、ボックスお見事。もう一人の俺だ。綺麗に決まったね。はい、
これだ。感謝する。これだな。ありがたい。レッツショータイム。ジョーカーやっちゃえ。ショータイム。ユニコーン食らえ。おお、ジョーカーかっこいい。見事だジョーカー。俺も見習おう。それこれだ。これだな。さすの体力の残り少ない。回復急いで。やつは俺が招待。ユニコーン食らえ。おお、やるじゃねえか。続けた。やるじゃん。絶景かな。切り捨てる。うまくいったな。危ない。少し見直したもん。ハンサーが先生離脱。部屋でお頼む。モナが離脱。これだな。すまん。誰か回復できないか。肺に任せろ。変身撃破。飛沫パンチ。やるじゃねえかモナ。ほら風の城。強敵だな。気合い入れていけ。ここでペルソナだ。ジョーカーが先生に立つ。早く手当てを。はっ、はっ、次の攻撃が来る。みんな備えて。はっ、うわっ、気力が少ないよ。戦い方に注意して。疾風は効かないやつだからな。注意してくれ。これだ。そうだ。せん、せん、ほら。我が決意の証を見ろ。してくれ。